めんなさい、試合の途中からになります。4対1で迎えた3回、これが大山の今シーズン第15号ソロホームラン。4点リードで迎えた6回の表、神里が今シーズン第1号スリーラン。これでたちまち1点差。その直後6回の裏、大山今日2本目、いずれも初球。しかし食い下がるベイスターズ、7回の表、2人目岩貞から首位打者佐野がタイムリー。これで1点差。その裏タイガースは2人目クリスキーから近本、ツーアウト二塁。これで15試合連続ヒット、自己記録をさらに更新します。7対5、戻ってきましたセットアッパー湯浅。ツーアウト一塁二塁のピンチを招きますが、森三球三振。湯浅はこれで17試合連続無失点ということになります。そして9回、岩崎不在の中、来日初セーブを挙げたのはアルカンタラでした。1イニング無失点、来日初セーブをマークしています。レニーブルーも終わったはずなのに